ヘローおはようございます。私はフィリピン人です。YouTube チャンネルがリササジャパン今日お話ししたいことは、えー、なぜフィリピン人と日本人の離婚が流行ってますか うーんそうですね今日はこ,この問題を解き,たいか解きたいなと思いますフィリピン人と日本人の結婚は日本にはものすごく多いですねえー、と、うん、私はフィリピンパブのままやってましてあのタレントがみんな返されちゃってもうあの もう日本にタレントっていう仕事がなくなっちゃってから日本人とフィリピン人の結婚がものすごい増えたんですよ。それは何なぜでしょうかでも離婚も続次々次々次,次,次,次も続きますね。離婚ほとんどフィリピンの旗お店には。あの 働いている方々は離婚してるばかりなんですよ。まあ、それをちょっと今を皆さんと一緒に考えたいと思います。皆さんのそれぞれの考え方、どうしてでしょうか？どうしてこんなに離婚する人が多いんですかね？えー、私はあ。日本人のお客様と。 お店の女の子たちたちとを見て今をあの自分の考え方なでそんな離婚してるのかなっていう考え方は今からお伝えしていきます。あのもしああ間違ってるなと思うアドバイスがあった方々たちはああそういうことじゃないよと思う人もいろと思います。あのぜひこの あのこのチャンネルを登録してコメントしてくださいまたそのコメントの内容で私をまたあの勉強してき勉強してあみんなの聞きたいことみんなのフィリピン人の,のことを知りたい方々をあのビデオ探してきますので探してきますというか作りますので自分なりに勉強して。 お返事しししまますす。ので、どうぞよろしく申し上げますあ、まあ、今からあの考えて私の考え方に皆さんに伝えていきます。私は日本に30年間います。私もストーリー、ピリピン人でストーリーの中に離婚してます。うん、掃除機の話、私も離婚してて子どもがいて離婚しました。でも、 あの私の当時ね私の当時はそこまでフィリピン人と日本人が結婚してるのは少なかったんですね私はもうそれは二十何年もの話ですからあのその時はこん,なこんなにフィリピン人に日本にいるのは珍しくてフィリピン人見る,見ることはすごい嬉しかったんだけど最近ね すごい多いんですよね、フィリピン人と日本。でも、えー、日本に来てるのは、あの結婚してますが、結婚してるのが多いんです、うん。まあ、皆さんもフィリピン人、フィリピンパブを好きの方々たちは分かると思います。まあ、ほとんどみんな離婚してて、子供がいて離婚してて、それか子供だけ認知してもらって、 あの日本にいる人はものすごい多いですね。だからなぜ日本人とフィリピン人は離婚している人が多いのでしょうかというあの、うん、疑問を持って私は今日このビデオを作りました。あの最初ですね あの私はフィリピン人のこ,とフィリピンのことをお話ししたいんですね。まあフィリピン人のことをお話ししたいお,はお話ししたいなと思います。まずフィリピン人はあ多くフィリピン人は外国に働きに行きます。日本だけじゃなくていろんな国々業を皆さんをそれぞれのお仕事を。あの 外国にお仕事に行きます。なぜかって言うとこというのは、フィリピンの給料がものすごく安くてで、あ、まあ生活はお生活は大変かな。生活には足らないんですよね。もう文化あもうねえ、家も家賃も高いし、だけど給料だけはものすごく安いんです。 うん、日,本って日本と比べるとまあ10分の1ぐらいかな恐竜は4分の1かあ例えばあの学校の先生でしたら日本のお金は4万円5万円まあ5万円はいかないですまず、あ、4万ちょっとぐらいかなそれを考えてみたらあの,あの家賃は うん、家賃はその中に1万円ぐらいがうんまあ1万円ぐらいだったら普通ですかねそれ以上をあの何のズームと思たいいところ住みたいと思ったら、えー、まあ1万5千円か2万円出さないといいところ住めないですねそしたらみんなを家を作ってローンに押します まあスローン払うのも大変だからまあしょうがないで外国を行く人が多いんですだけど日本に来てる外国他の外国にはね行くのはサウディアラビアとかクアエイアメリカとかみんな仕事で行くんです仕事のビサで行くんです結婚ビサに行く頃のはまあ日本かな そのものすごくそれは不思議に私は最初思いました。最近私あのタレントがなくなってからこれなくなってからわーすごいなー若い 20, 20代の女の子たちと日本人と結婚してるのはどんな道で通ってるのかなと初めて考えましたのはもうこれをもう10年前ぐらいですかね。 だけど私はその,その道はどんな道に通ってるか私は分かりませんまあそれはあね私入管で働いてるじゃないから分からないですただ私の働いてるお店を私ママやってきたお店は殺すクロスと,クロスと面接殺すとは結婚してるんですよ結婚してて離婚しました 結婚して離婚しましたほとんどその人ばっかりなんですね。コロナがそれでちっちゃい子供がいて子供ももいない子もいます。まあ子供もいない人はまあいるけどねでも子供は小さい人もいます。だからそれを子供をどうかに預けて仕事を捨てる人がいっぱいいます。親を呼んで仕事をしてる人もいます。 まああの結婚ビザが流行っててからあのファミリービザが簡単にこれようにな,れな,なったんですよ家族を呼ぶこと。なぜか,かって言ったら子供もみんど見る人がいないからもうあの日本はお手伝いさんは使おうと思ったらものすごい大変子供を預けると思ったら一日いくらか大変だから給料の盆 丘龍の子ね、そう、1人の住んでたら、アパートの家賃とか、ね、子どもの保育園、幼稚園あ、私生活の中にはもう大変ことになりますから、日本,日本人、日本には、あの親を呼んだ方が楽,楽、自分も楽だし、えー、っとあの、何、お金はそれ,それほどかかりません。 だけど、なぜ日本人とフィリピン人が結婚します、ありこんが多いの今からお話ししますので、どうぞ皆様、このビデオを見た方々をあのぜひ登録してください。ああのビデオあチャンネルの名前はリササジャパンで。あ今から、 な,なぜフィリピン人と日本人の離婚してテるのが多いで私の考え方でお話ししますまずはフィリピン人はあ親家族を仕送りします自分の給料を何パーセント何パーセントかな分かんないけどあのそれぞれの生活の中にどのぐらいでフィリピンで送るか はまあ、それ個人個人だから私は分かりません。だけど、フィリピン人は全員がハコの中にハコも多分しおこりしてます。自分のために働いてる人は多分うーんもしいればまあ1%ぐらいかな。でも大体はフィリピンにお金をしおこりするから仕事してます。 うん、だから日本人はあの特に思ってるのはあの味噌商売をやってるから離婚してる人離婚してるでも私はそれは間違えてると思います私の考え方は一つでまあ一つかな二つ原因があってなんで離婚しましたか一つはあの日本人は えっと、私たちとあ日本人とフィリピン人の反対の性格がすごく多いんです。まあ、一つは,はうんなんていうのかな日本,日本人はああ日本人の子どもたちは当たり前で親が自分を。 育ってきて学校行かせて全部それを親の責任だと思っている人が多いんです。でも日本人はあの私たちは日本人はあフィリピン人は生まれたことを親に育ってきて感謝してます。それの違いなんですね、うん、感謝と 当たり前はちものすごい反対の考え方なんですよね。私フィリピン人だけどそのぐらいわかりはそのぐらいわかます。当たり前当たり前でお親を子供を育つのは当たり前のことです。どこの国でも当たり前です。でも大人その子供が大人になったらどのぐらい親に感謝してるか。それは日本人にはまあねいると思いますよ。 だけど自分の人生は親のせいねいる親のせいにする人もいますそれはねだからそこがどうこうどこ,どこすごく違うと思いますフィリピン人と日本人を結婚したらハンディがすごくありますすごい大きいですね何でかって言ったら日本人は言葉 言葉分からフィリピン語分からないフィリピン人は日本語あまり分からないそれも一つの判例一つの違いかなもう話す話しすればほとんど通じませんそしたらお互いをストレスになるんですよ仕事してなくても仕事してもそれを感じますだから本当は誰かを犠牲になって我慢する だったら多分行こうと思いますうまく行こうと思いますだけどどっちからで我慢するんでしょうかまあお互い様だからねもう我慢する人はどっちかどっちで我慢するのはまあね私はわからないんですけど子供旦那さんだろうが奥さんだろうがどっちか我慢すれば多分うまくね回ると思うんですけどもだけど フィリピン人は仕送りたい気持ちがあるから仕何でもお仕事します、うん、何でも仕事したいって言えば何でもしますまあ今今はあのこのコ,コロナのことでみんなほとんどはあの昼間会社はほとんど仕事してるけど大体この前この前はこの間までは 味噌商売が多いんですよね。味噌商売なんで多いか多いかそれが原因になると考えてる人いっぱいいますけども私はそれは原因じゃないと思います。何で,何で味噌商売を仕事してるのはフィリピン人が多いんでしょうか。まあそれは日本フィリピン人だけに限らずに他の国の方ももうあ他の国の方々ももう。 味噌商売仕事してる人もいます何で,何でかって言えばちょっと給料が少しあもう少し多いからじゃないでしょうかそれとうんあの離婚してる原因は私の考え方は、えー、と尊敬と感謝の気持ちがなくなったからですよえ なんでなくなっちゃったんだろうなとか愛じゃないです愛と好き好きだったら愛が芽生えるだけど感謝尊敬お互いの尊敬がなければお互いの感謝がなければ愛も聞いちゃうもうこの間まであなたのこと大好きだったんだけど なんでか尊敬もこの人も尊敬しなくなっちゃったらもう好きじゃないだけど本当は好きじゃないと好きじゃないじゃなくて好きだと思いますよただねこのリスペクト感謝の気持ちがなくなっちゃったらもうお互いに家の中もお互いの気まずくなります旦那さんすごい好きで尊敬してましたら もう旦那さんが帰ってきたら奥さんが帰ってきたら奥さんが帰ってきたら旦那さんも奥さんにもそものすごく尊きですごい好きだったら感謝に気持ちがいっぱいでしたら多分ね家帰ってきたら嬉しいと思いますでも私は今までの経験の中にお店にいる時は来てるお客さんがフィリピン人が奥さん 奥さんがフィリピン人なのにフィリピンパブを遊んでるまあそれすごい幸せだと思いますなんて言ってたらあの家の中フィリピン人がいて奥様がいて、うん、遊び場所はフィリピン人でまあ大好きだらけもうこの人も大好きあの人も大好き やっぱりフィリピン人大好きの方々は私はものすごく感謝してます私はそれで生活支え支えましたからね皆さんがよくフィリピンパブを来てくれて私お店をお客さんがいっぱいで給をもらってそれで生活を、ね、子供も育ってきたしそれはすごく感謝してますでも私はできたらフィリピン人と日本人を なるべくなやかにこして離婚させてほ、してほしくないんです。離婚することにはものすごいあのお互いを大変ことになります。だから今を夫婦の中に離婚したい人がいたらもう少しお互いを考えてなんでそんな離婚したいのかもうちょっとあのいろいろお話しした方がいいと思います。 まあ、一つの原因は私さっき言ったようにあの、うん、尊敬ですか感謝ですかそれだけ原因だと思いますもし私間違えてたら皆さんをどうかアドバイスをしてくださいでもねうね、ん、できたらあのこのビデオを登録して 登録しししてくくださいいよろしくお願いしますあとは、うん、なんで私は感謝と尊敬がなくなっちゃったから離婚してたのは皆さんを次のビデオをお話ししたいと思いますでもねあの私のこと知ってる人がいたらあ手挙げてくださいね私は知ってますよママのことはあ,、うん、あの このビデオの中にコメント、皆さんのコメントをお待ちして,てますので、どうぞよろしくお願いします。必ず、必ず返事しますので、この、このビデオは、この私 YouTube チャンネルはピリピピ Facebook にリンクされてます。あの、LINE にもリンクしてます。どうぞよろしくお,お願いします。